皆さん、こんにちは。セブンです。微積分講義第36回第2部、トピック回です。明治大学、FMS、阿原先生の提供でお送りします。今回は、多変数関数からのベクトル値関数や変換の話をしたいと思います。数学の中でに対味の3つの言葉があって、それが、写像、関数、変換なんですけど、 同じところ違うところについて説明できると良いと思いますさてまずは多変数関数をちょっと斜めから見るという話ですが2変数関数は x と y を入力として f から z が出てくる感じですここで x と y を縦に並べて括弧でくくるとどういうことになるかと言いますと入力は平面ベクトル1項で出力が数1個ということになります。このように見ると、 別に変数は1個じゃねとも言えますこの場合、x と y とをペアにしたものとして僕たちは座標平面を知っているわけでそうすると、入力が平面ベクトルというのは平面上の点を入力として数を出力とするとも考えられます平面ベクトル全体の集合のことを R の2乗と書いてこの記号は普通に r にと読みますが この2変数関数はこのように書き表されます。次のページへ進みます。ここで少し寄り道をして、写像の話をしましょう。今、F という箱があって、入力と出力があるようなものを考えています。F には、入力としてどういう要素が設定されているか、出力としてどういう要素が設定されているかが決まっています。F が関数の場合には、 入力は実数の集合ですし出力も実数の集合です1つ前のページで説明したことは何かと言いますと入力としては平面ベクトルの集合が出力としては実数の集合がそれぞれ設定されているという説明でした今入力として設定される要素の集合を x とします出力として設定される要素の集合を y とします集合 x の要素 x を入力として 集合 Y の要素 Y が出力となっているそういう状況を広く考えましょうこのように考えたものを写像と呼びますここで一つだけ条件があるのですが集合 X のすべての要素 X について FX が定まっているそういう条件がついているものとします X から Y を決める方法については法則性があっても良いし単に対応を決めただけでも良いし何でもいいです ただし x があるのに fx がないという状況だけはダメです。あとでこの問題についての例を挙げます。次のページへ進みます。まずは写像についての記号を紹介します。f コロン集合 x 矢印集合合 x y とこういう記号で写像を表します。集合 x の要素 x を入力としたとき集合 y の要素 y が出力されることを fx=y と書きますし。 f コロン x マップストゥー y とも書きますこの記号には特に読み方はないと思いますがラテックという数式半組ソフトではマップストゥーと呼んでいるので僕はこの呼び方をしていますまた y は x の像という言い方もしますさらに写像の用語も紹介します入力側の集合 x のことを定義域と言います出力側の集合 y のことを集域と言います 集合 Y の要素のうち、F による出力になっているようなものからなる集合。F 括弧集合 X と書いて、これを地域とか写像 F の像と書います。次のページへ進みます。さて、定義域に関する注意ポイントを説明します。第一部で現れたこの写像です。分母が0になるときは値が決まりません。ですから、このときには F コロン R に矢印 R と このように書いてはいけません。定義域にあたる R2 の中に、値が決まらないものが含まれているからです。正しくはこのように書きます。ちょっとわかりにくいと思いますので説明します。まず、0、0という x と y の組をかっこ上0、下0と書いています。これは平面ベクトルの一つですから、R2 の要素ですね。かっこ上0、下0を波かっこでくくった、これですね、これ。 ここれれはかっこを0下0という一つの要素からなる集合を意味します。これで集合なんでで、すねで。あと分かりにくいのがこの記号よくバックスラッシュと呼ばれる記号に似ていますが実は異なる記号です正式名称を僕は知りませんがセットマイナスと呼んでいます要するに集合の引き算を意味する記号です R2 という集合からかっこを0下0という一つの要素からなる集合を引き算したと こういうことを言っています。で、これは写像 F が、かっこ上0下0を除いたような平面ベクトルの集合を定義域にする、ということを主張しています。それはこの場合の F の定義域にマッチしています。次のページへ進みます。さて、写像の考え方を手に入れれば、今度は値がベクトルであるような関数を考えることもできるでしょう。今回は入力を表す文字を T として、 出力をを表すす。文字を x と y ににしますこののように出力の値がベクトルであるような関数のことベクトル値関数と言います。パラメータ曲線として x 缶は y=gt 関は ht というような例を紹介したと思いますが実はこれはベクトル値関数の一例ですね。関数と一言で言ってもですね入力出力はベクトルでもよくて。 いろいろな形態があることが分かりましたということは入力も出力もベクトルでいいじゃないですか平面ベクトルを入力平面ベクトルを出力とする関数も考えられますどこまでを関数と呼ぶかということですが入力も出力もベクトルくらいまでが関数の範囲かなと思いますここには平面から平面への関数で 3x-2y とかの式でかけているもの 紹介しています次のページへ進みます入力の集合 X、定義域ですね出力の集合 Y、集域ですねこの2つの集合が一致している場合写像とも関数とも言わずに変換と呼ぶことがよくあります R2 から R2 への変換の例と R3 から R3 への変換の例を挙げています1つ目の例は何かわかりますか答えは最後に 二つ目の例は空間ベクトルで成分の位置を一つずつずらすようなそういう対応です。これも変換の例ですね。空間の言葉で言うと、これはとある空間直線を軸として120度の回転になっています。その軸を見破ってください。答えは最後に次のページへ行きます。前のページのように定義域や周域がベクトルの集合であって F が一次式で表されるとき、 これをアフィン変換と呼びます。左下がその例ですが、これは平面の上での平行移動を表しています。定数項を含むような一次式で表されていることが見てわかると思います。その一次式が定数項を含まない場合、これを線形変換と言います。ここには原点中心で角度シータの回転を表す線形変換を紹介しています。次のページへ進みます。線形変換は、一律に 行列とベクトルの積の形で表現することができます。ここから先は線形代数の話題になりますので、今日はこのくらいで勘弁してやら、なのです。まとめます。入力と出力のある箱のことを扱いました。最も一般的な呼び名は写像です。wikipedia でも同じような図で説明しています。高校では、x と y が数の場合に関数と呼んでいましたが、 大学ではベクトルの集合まで範囲を広げて、関数という呼び名を使います。今日は触れませんでしたが、数が複素数でもやはり関数と呼びます。x イコール y の時には、変換と呼ぶことも結構多いです。それではご視聴応応…忘れてました。これの答えですが、x たす yi という複素数を考えた時に、 かっこ x たす yi の2乗を計算したものですね。こういうのも関数になるのです。下の方は x イコール y イコール z という空間直線が軸になります。立方体を使って考えるとわかりやすいかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。